ピッチで見せる熱いプレーとは裏腹に、プライベートでは天然キャラとしてみんなから愛されているカイザーこと長谷部誠。今回はそんな長谷部にまつわる50の面白いエピソードを紹介していきます。 4200g を超える巨大児としてこの世に生を受け、3歳の時に藤枝氏から健康優良児に選ばれるなど、すくすくと成長していた長谷部は、誠という名前を命名したおじいちゃんからサッカーボールをもらうと、サッカーにのめり込んでいきました。キャプテン翼に憧れ、常にサッカーボールと生活をしたかった長谷部は、自分のベッドに外で蹴っていたボールを持ち込んで布団を汚してしまう。なお、それに激怒した母親から寝る時用のボールを買ってもらった模様。猛勉強の末に一般入試で強豪校の藤枝東高校に進学。1年次2年次と周りのレベルの高さに苦しんだものの、2年次後半から試合に出場し始めました。高校時代の長谷部の性格について、監督や同級生からは、周りに人が集まるタイプ、チームのいじられキャラ、長谷部の話は真面目でオチがないので面白くないとツッコミを入れる係がいた、語られており、この頃からユーモアのセンスのなさの片鱗を見せていたらしい。授業を抜け出してラーメンを食べに行くこともあったという学生時代の長谷部の写真は、様々なものが記録として残っていますが、一番有名なのはこちらの写真でしょう。2011年に放送された NHK の番組でこの写真を掘り起こされてしまった長谷部曰く、自分の中ではこの外羽が流行っていた、この時代に戻れるならこの髪型を何とかしたい、羽が足りなかったバージョン。 SBS カップに静岡県選抜のメンバーの一人として参加、3位決定戦でU18日本代表と対戦して勝利をした試合で活躍をした長谷部は、同年末に行われたU18日本代表候補合宿に参加。しかし当時のU18日本代表監督であった鹿島光三が、周囲に与える影響が大きい、今からチームに馴染ませるのは困難と長谷部の招集を見送り、当時17歳だった長谷部はもう代表はいいですと指摘されてしまう。インターハイでの活躍を受けて、いくつかの有名大学と浦和レッズからのオファーが届き、自身の進路に悩んでいた長谷部は、祖父の男なら勝負しろという強い後押しもあり、プロ入りを決断しました。2017年に出演した番組で、この当時の心境を長谷部曰く、当時は青学の渋谷キャンパスでの大学生活に憧れていた。正直浦和時代もそのチャラチャラしている気持ちが残っていた。プロ入り後、いち早く長谷部のポテンシャルを見抜いていたオフトの考えもあり、初めてのキャンプには帯同できず、平川と坪井を除く他の新卒選手と荒川の河川敷で練習、両親や祖父、親戚が見に来ていたサテライトの試合では帯同メンバーの中で唯一試合出場の機会が与えられず、リーグ戦には全試合帯同メンバーに入るもベンチ入りはなし、1年目の唯一の出場機会はナビスコカップで途中出場した1試合のみと、プロの大きな壁に苦しんでいた長谷部ですが、寮で隣の部屋だった同期の坪井の部屋に入り浸り、高校時代の自身のプレー動画を見せては、このプレー良くない、うますぎでしょうと言い続けていた模様。当時の状況を、このままプロ生活が終わるんじゃないかと思っていたと語る長谷部ですが、小さい頃から長谷部を見守ってくれていた祖父の死をきっかけに練習への取り組みの姿勢を改め、2年目となるシーズンでの公式選手戦でオフトからプロ初先発に抜擢されますが、後半に2枚のイエローカードをもらい退場処分を宣告されてしまい、チームも敗戦。ほろ苦すぎる先発デビュー戦を終えて、これで俺のプロサッカー人生は終わったと落胆する。自身のストロングポイントであったドリブルを生かし、トップ下のポジションで2年目からコンスタントに試合に出場し始め、チームの主力へと成長した長谷部の浦和時代は、試合中に山田と言い合っていたり、平川から飲み会の最中にトゥーリオと仲良くしろと首根っこをつかまれたりと、心が整っているとは言い難い選手だった模様。そんな長谷部ですが、浦和黄金期を支えるメンバーの一人として活躍。するとトーマスクロートや指導を受けたブッフバルトの仲介で、2008年1月、鬼軍曹マガトが監督を務めるゴルフスブルクに移籍。ドイツ語が全くわからない長谷部は、初めての練習に通訳を連れて行くと、練習場への通訳の出入りは許さない、ここでプレーをしたいならドイツ語を覚えろとぶち切れられるなど、言葉の通じない異国の地への順応に苦しみ、家族への国際電話に数十万円を課金してしまうほど、ホームシックに陥っていた長谷部ですが、石の勉強と下ネタを使ってチームメイトと打ち解けるたゆまぬ努力で、数ヶ月後にはある程度ドイツ語を習得、ピッチ内でもチームにとって欠かせない戦力の一人となりました。マガト監督の練習はコーチでのランニング中に失神した選手を出したことがあるなど、あまりにもきつすぎることで有名ですが、それを乗り越えるために長谷部がトレーニング中に考えていたことは、この練習を乗り越えたら体力がつくしいい体になる、これでビーチに行ったらモテるだろうな。ついでにマガト監督の鬼畜エピソードもご紹介。敗戦後のトレーニングでいつものように森の中を14キロ走らせている間に、スクイズに入った水をほとんど捨てて、帰ってきた選手に対して、あんなパフォーマンスを見せたお前らは、これ以上水を飲むには値しない、残りは分け合って飲め、と言い放つ。ゴルフスブルク時代、ベルリンの美容室に通っていた長谷部が予約する際に名乗っていた名前は、達也田中、親交が深い田中達也の名前を使って身バレを防ぐ。
ドルトムントとの試合で相手のスパイクの裏が思いっきりヘディングをしようとした長谷部に直撃して流血。マガトは長谷部にプレーしろと指示をして一度はピッチに戻ろうとしますが、結局交代となり11針を縫う大怪我をしました。そしてその3日後の試合でどうしても長谷部を使いたかったマガトから、いけるかと言われると、長谷部はいけると思いますと回答。そしてマガトから言われた言葉は、ヘディングはしなくていい、ただしなきゃいけないところはしろ。2010年の南アフリカワールドカップを前に急遽キャプテンに抜擢され、前評判の悪さを覆しベスト16という好成績を残した後、トンネルズの食わず嫌いで長友と対決。ワールドカップ期間中、コーチ対策として毎日出されていたレバーを本当は嫌いなのに無理して食べていたことが幸いし、見事勝利を飾りました。負けた方は罰ゲームをしなければならない決まりなのですが、長谷部は収録前に長友に対して、一発芸だけはしたくない、負けても一緒にやってくれと懇願していたにもかかわらず、長友一人で罰ゲームをやらせていた模様。集まれのオペラバージョンをやります。集まれ。2011年に行われたアジアカップの最中に、日本代表の中で何か真面目なことをするたびに誰かが長谷部かと突っ込む一連の流れが大流行。同年3月、スポーツ本として伝説的な発行部数を記録することになる「心を整える」の販売が開始。発売日の数日前に起きた東日本大震災を受けて、後に売り上げを寄付したことも話題になった長谷部誠による Mr.Children ベスト15を書かれているこの本が大ヒットした影響で、日本代表では「お椀の並べ方が整ってるね」、「ご飯粒の立ち方が整ってるね」といじられるようになったり、ネット上でもプレーに対して「心整えろ長谷部」などのヤジが飛ぶようになってしまう。本人はユニークな T シャツを着ているという感覚はないと語るものの、独特なファッションセンスをしていると揶揄されることが多い長谷部ですが、シーズン途中に本田智子との破局報道があった2010-2011シーズンが終了し、日本に帰国した際に長谷部の T シャツが意味深すぎると話題に、本人は何も考えずに撮った T シャツ、本当に何の意図もないと語っています。ちなみにこの T シャツは長友に会いに行った際にミラノで買った T シャツとのこと。2011年6月、出身地である藤枝市で行ったチャリティーイベントでの質疑応答コーナーでは、ライバルはいますかという質問の回答に困っていると子供から長友というヤジが飛び、それは本のライバルとキレのある返しを見せつける。なお長友の本を知らない子供たちには、知らないの、買わなくていいよ大丈夫と声をかけていた模様。同年9月、ボルフスブルクでの試合で交代枠を使い切った後にゴールキーパーが退場処分となってしまい、マガト監督の強制的な指名によってゴールキーパー長谷部が爆誕。1対1の場面では先読みをして失点してしまったものの、最後方から送られる華麗なフィードが話題に。ちなみに試合後にチームメイトたちから、あの1対1の場面は動いちゃダメと言われていたらしく、当時の長谷部の心境は、そんなの知るわけねえだろう。監督にベンチに向かって誰がやるって言ったら長谷部って言われたんで、正直厳しい状況で勘で左に飛んだんですよ。そしたらこっちに入れられたんですよ。で試合終わったらみんなに、あれはお前動いちゃいけねえって言われて、いやそんな知らないよ。吉田麻也と内田篤人は非常に仲が良く、今はもう見ることができない吉田のブログで内田を載せることでアクセス数を稼いでいた逸話は有名ですが、2011年10月日本のホームで行われたタジキスタン戦のメンバーに怪我の影響で内田の招集が見送られ、寂しがっていた吉田を見た長谷部は吉田の部屋に遊びに行き、吉田が買った本を一通り読み漁って、一人だけ心を整えて自分の部屋に帰宅する。ちなみに長谷部と内田も仲がいいのですが、時間に厳格な長谷部は内田の遅刻癖対策として、内田には毎回本当の待ち合わせ時間の1時間前の時刻を伝えており、内田からあの人めんどくせえと言われてしまう。内田選手はもう変わってますね。遅れると失礼じゃないですか、待ち合わせしてる人たちに。だから後輩にはちょっと早めの時間言うんですよ。でもそれ一回やったらバレちゃいません？もうバレますね。本当の時間教えてくださいって。そんな長谷部は日本代表でも遅刻に対して罰金を課すルールを設けて厳しく取り締まっていましたが、アウェイでのタジキスタン戦に向けてカタールで合宿を行った後、タジキスタン入りをした際に時計の時差を修正するのを忘れてしまい、お昼ご飯に大遅刻、5万円の罰金を支払い。ドイツに来て人に勧められて唯一やってないことはドイツ人女性と付き合うことくらいと語り、オフの日には付き合いで同僚とディスコにまで行く。ドイツ4年目となる長谷部は密着ドキュメンタリーの中で同じドイツで戦っていた岡崎に電話をした際に、岡崎が応答すると、あごめん間違えたと言って電話を切ってしまいます。再度電話をかけ、岡崎から何を間違えたんですかと聞かれると、今のあの俺の中でのギャグだけど大丈夫と返答。ダダ滑りである。岡崎も結構いじられますね。ちょっと髪上げてみろみたいな。隠してる、ね、壁開けて。長谷部が出演した情熱大陸での吉田麻也、内田篤人、川島英二、長谷部誠の食事会での会話が面白すぎると話題に。お作りを。お作りを、はい。すごい。
娘で。なんで真面目なんだ。唐揚げ、あ、寿司。寿司あとだよ。あとあとだよ。メインあとだよ。寿司じゃあとで。雑魚キャラなしで。カニは雑魚キャラ。なんで。わかんないのよ。こんな真面目だったっけ。ちょっと待って、それ作ってるの。ちょっと待って。え？まず、うん、これ別に真面目っていうか別に真面目じゃない。なんて、なんつったんだろう。イメージ先行してるけど。全然普通の若者だと思うんだけど。止まんないで。でもなんか今とはなんかイメージ違うよね。どんな感じだったの。なんかじゃあもっとなんかこう今なんかすごいさ、こうみんなのこと考えてやってみたいな。なんか若い時はなんかもっと結構もう自分のことを結構考えてる感じがしたけど、イメージ的に、うん、だってじゃあ俺ずっと高校の時とかもそうなんだけど、うん、いかにしてサボるかって考えてたからね。お前今もそうなんだけど、うん、ちなみに内田と川島とカラオケに行った際にはお酒が入ってテンションが上がり、川島に対してエイジ筋肉すごいからお前脱げよと言うと、川島が長谷部お前も脱げと応戦。最終的には内田も脱がせて3人とも上半身裸になり大騒ぎ。ちなみに川島は先輩であるおしゃれイズムに出演した際のトークで、ドイツでテレビは見ないのかという質問に対して、ドイツのテレビは見ない、しゃべくりをドイツで見ていて、上田さんのグラビアの真似を見て笑っていたら他の選手が集まってきた、大丈夫かこいつって言ってましたと回答。そのままの流れで上田と共にグラビアポーズを披露。将来の夢はラーメン屋か保育士と語るほど子供が好きな長谷部は姪っ子を溺愛しており、撮影中にサプライズゲストとして姪っ子が登場。マイクが外れてしまうほどの興奮を見せ、まこちゃんかっこよかった、まこちゃん好き、まこちゃんと結婚すると質問攻撃を浴びせる。なお結婚は嫌だと言われて本気で傷ついていた模様。高校の同級生からの暴露話の中で、お酒の話になった際に少量で酔いたいのでテキーラとかを10杯とか20杯とかいきますねと少量の意味を履き違えていたり、同級生からテキーラ対決をしている時にズルをするのをやめてほしい、飲むたびにおしぼりを口に当ててテキーラを吐き出すなと指摘されてしまう。ちなみに長谷部はバレていないと思っていたようです。長谷部さんが結構なんか飲んだら心が整ってないんですよ全然。いやとりあえず飲んで酔っ払うと、まあそのカラオケとかあるじゃないですか、画面の本当こんぐらいのところに一人で行って、飯を一人で飯をしてるんですよ。もうこんぐらいで、もうコミュニケーションも何も取らない。それだけはほんまやめてほしい。迷惑ですって言って、いや言ったんですけど、俺はミスチルが好きなんだ。番組で同席していた森泉をドイツ語で褒めるという流れになった際に、とても綺麗ですね、ちょっと天然だねって言って、上田から褒め言葉じゃねえと突っ込まれる。2012年6月、ブラジルワールドカップアジア最終予選の3連戦が終わった後、帰りの飛行機に同乗した日本代表サポーターに感謝のスピーチをしている際に、本田圭佑から長谷部かと突っ込まれ、内田からはここでも真面目かとやじられる。長谷部さんなんてもういじられまくりですよ。いやもうみんな長谷部さんにはかなり突っ込んで、まあ、ちょうどオーストラリア戦が終わって、まあ、飛行機でもすぐに終わった直後に飛行機でもう日本に帰ってきたんですけど、まあ、本田圭佑が誕生日だったんで、じゃちょっとだけ一杯だけじゃあシャンパンをみたいな話になって、まあ、監督も加えてみんなで飛行機の中で乾杯したんですよ。まあ、そこでみんなが長谷部コールを起こして、長谷部さんをちょうど待たれて飛行機の中で酔っ払ったとか言ってる中で本読んでましたからね。あるテレビ番組で、日本代表でラブラブするなら誰という質問を日本代表の選手たちにぶつけていた際に、長谷部はお付き合いと結婚は違う、付き合うなら本田、川島、内田、結婚するなら中村健吾、遠藤、今野と真面目に回答。内田は長谷部しかいないと答えていたため両思い。長友も長谷部と言っていましたが、長友に触れることはありませんでした。これは余談ですが、他の選手とは言うと、清武は中村健吾、岡崎はその人との絡みがおかしくなるからと回答なし、香川は回答に困っていたため、スタッフから逆にラブラブしたくない人はと聞かれ、長友と即答。ちなみに内田の引退時にはミスチルの歌のリンクだけを送りつけ、内田はその曲を聴くことはなく、ひどく無視されてしまった模様。2012年のオフシーズン、挑戦したいと以前から語っていたプレミアリーグへの移籍を画策したものの、いろいろあって最終的にヴォルフスブルクへの残留が決定。そのゴタゴタの影響でマガトから干されてしまいます。その間もサボることなく練習を積み重ね、チームメイトからも熱い信頼を得ていた長谷部は、マガトがシーズン途中に解任されてからはサイドのポジションでスタメンに復帰しますが、ボランチでのプレーにこだわり、翌シーズンにはニュルンベルクへと移籍をするも、シーズン後半は怪我に苦しみ、チームは2部に降格。2014-2015 シーズンにはフランクフルトへと移籍をします。2015年2月シャルケとの試合中、相手のシュポモティングと競り合った際にシュポモティングのリトルシュポモティングを露出させてしまう。
ちなみにこのシーズンは日本代表の同僚であった乾もフランクフルトに所属しており、乾の子供と交流を持っていた長谷部は乾から子供にいただきマンモスと言って笑わせようとしていたとつまらないギャグエピソードを暴露されてしまう。2015年7月、出演したテレビ番組の中で、ぶっちゃけ整わない時もあるという質問に、丸と回答、整ってないですけどね、整うって何なんですかと発言。2016年、雑誌の対談で出会ったモデルの佐藤ありさとの結婚を発表したことで、日本の一部の女性が心が整わない状況になったことは記憶に新しいですが、2017年6月、東京で行われた長友の結婚式に出席、みんなが長友と平愛理に視線を集める中、一人黙々とご飯を食べているところを写真に撮られてしまう。2016-2017 シーズンからはリベロとして起用されるようになった長谷部は、2017年2月インゴルシュタットとの試合で PK キッカーを務めた際にシュートをゴールキーパーに弾かれ、再度こぼれ球を押し込もうとするもクロスバーに直撃、一連の様子を公式からもクリップされドタバタ芝居といじられる。2018年4月、ゼルケとの微妙な接触で PK を与えてしまい失点に関与、試合を通して激しいマッチアップをしていたそのゼルケに対して肘打ちを思いっきりかましてレッドカードで一発退場、悪質なファールとして複数試合の出場停止処分を食らってしまう。僕でも試合中は本当勝ってなる方ですよ。やられたら絶対やり返される。ロシアワールドカップのコロンビア戦での相手のフリーキックの場面において絶対に飛ぶなと仲間に声をかけていたにもかかわらず、相手の金テノのキックモーションに騙されて長谷部を含む壁全員がジャンプ、無情にも長谷部の舌をすり抜けていったボールはゴールに吸い込まれてしまう。グループステージ初戦のコロンビア戦での勝利は南米でも大きなニュースとなり、ペルーではなぜか長谷部がペルー系らしい。15年以上前に遠征で首都のリマを訪れた、母親がペルー人で父親が日本人という根も葉もない噂が記事となり広まってしまう。ベスト16でベルギーに劇的な逆転負けを喫し敗退となってしまった翌日に代表引退を SNS で発表。その後日に日本のテレビ番組に出演した際に、ロシアワールドカップで一番嬉しかったことはという質問に長谷部は、最近サッカーを始めた甥っ子から俺がベスト8行ってあげるからお疲れというメッセージが届いたことと回答。ちなみに長友が金髪にした時にその甥っ子から俺もこの髪型にしたいと言われ、それはやめてと返答。2019-2020 シーズン、ドルトムントとの試合で相手のハキミをプッシング、早く起きろよと言わんばかりの形相で詰め寄るとハキミも応戦、顔を押さえてピッチに倒れ込みイエローカードを出させることに成功する。2021年1月、ブンデスリーガの試合において鎌田のせいでチームメイトからおじいちゃん呼ばわりされていた37歳の長谷部はチーム内最速の33キロのスプリント速度を記録、海外のファンから僕らのクレイジーな翼、37歳ということはとても若いということだなという声が寄せられる。寿司が大好きで内田、川島、吉田との定期的な食事会で毎回いろんな寿司屋を自身で手配するほどこだわりがある長谷部ですが、内田の提案で寿司のネタを当てるゲームをして一番外した人が全額を払うということになった際に、長谷部はことごとく外してしまっていたらしく、結局いつものごとく長谷部がおごる結果に内田から、あの人何にも味わかってないマジでと言われてしまう。ドルトムントとの試合においてコーナーキックで時間稼ぎをしていたハーランドに鼻歌を歌われ、ボールを思いっきりぶつけられ、おたけびまで上げられたものの一切表情を変えない心の整い具合を見せつける。2022-2023 シーズン、チャンピオンズリーグのグループステージでスパーズと対戦しケインを抑えたことで話題となったこの試合中、ダイブのような行為をしたリシャルリソンを思いっきり怒鳴りつける。同年11月、日本代表として共に戦った松井大輔の YouTube の動画内で、過去に長谷部が久しぶりに帰国してみんなで集まって飲み会をした際になぜか途中からキャプテンマークをつけながら飲んでいたことを暴露されてしまう。カタールワールドカップ前に行われたドイツ遠征に顔を出した長谷部は、川島との会話の中で年齢についてサバを読むジョークをしていましたが、 YouTube のコメント欄でこのボケし始めたらジジイなんよと突っ込まれる。自身の健康管理に気を使っている長谷部は、チームメイトとの付き合いでマクドナルドに行っても毎回サラダとオレンジジュースを頼んでいたらしく、チームメイトからは大爆笑され、ずっとその信念を貫いていたことを見ていたスタッフから、マクドナルドで毎回サラダとオレンジジュースをオーダーする偉業を成し遂げたのは本当に誠だけですと称賛される。2023年3月、翌2023-2024 シーズンまでの現役続行を発表。理由の一つとして、娘がずっとやりたいと言っていたエスコートキッズをしてすごく喜んでいて、まだやりたいからサッカーやってと言われてという可愛すぎる理由を紹介。同僚のチャンドラーからは、僕が知っている中で一番いい人、そして同時に一番つまらない人と言われている長谷部は、フランクフルトの動画でそのチャンドラーがルームサービスとして部屋をノックすると、長谷部はチャンドラーを見るや否やドアを即閉めて対応する。
年で現役は最後の年になると思うと言っていつも引退しない引退詐欺を働いていた40歳の長谷部ですが、2023-2024シーズンを最後についに引退することを発表しました。現役最後の試合を終えた後、子供が駆け寄った時に男泣きを見せた長谷部は試合後の会見で、明日からはもっと自由な時間が増えますけど、皆さんも今日2人のモンスターがピッチを駆け回るのを見たでしょう。明日から僕もプライベートでいっぱい走れるかもと言って、ドイツの報道陣を笑わせることに成功する。ということで、今回は長谷部にまつわる50の面白いエピソードを紹介してきました。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。それでは。